宅建士相原と申します。この動画はですね、難しい不動産用語、事柄、事象などをですね、噛み砕いて解説するコーナーです。今回は重要事項説明の11ページ目になります。あと2ページとなります。今回のこの動画のポイントはですね、住宅ローンの考え方というところと、不動産の売買時の預け入れ金のことに関して説明します。重要事項説明はですね、不動産売買において避けては通れない書面です。この不動産の避けられない重要事項説明に関して1ページずつこのコーナーではずっと解説しております。さあ、今回の11ページ目、早速上から参りましょう。まず一番上のところですが、手付金等保全措置の概要というのが出てまいります。売り主が業者の時だけ適用されるものです。売り主が業者、買う方が素人、一般の方、立場的に買う側の立場が弱いんで、この項目が出てきます。なぜ手付金保全のことをやるかということですね。今までの不動産売買においてですね、売り主が業者の物件を一般の方が買った、いや大体手付金ってのはこれを入れなきゃいけないですよっていうことで、手付金は預けた、預けて契約した、引き渡ししないでそのまま業者が逃げちゃった、そのまま倒産したっていうケースが非常に多かったんですね。いわゆるそれは完全な明値入りと同じようなシチュエーションになるわけです。これでは当然いけないということでですね、宅建業法の第41条にですね、売り主が業者の場合は手付金に関してはちゃんと保管保全してくださいよというルールを決めたわけですね。それを沿っているものに関してはここで記載がありますよということになります。当然業者間売買のことに関してはお互いプロなんで、そういう分に関しては保全措置は取りません。あくまでも買う人が一般の時だけ保全措置の部分を書かなきゃいけないということになります。その下の部分、支払い金または預かり金の保全措置の概要というのが出てまいります。売り主が業者でも業者でなくても記載はしなきゃいけないことです。ただ非常にそういう部分に関しては、レアケースであることは正直事実です。手付金以外の部分に対象になる部分なんですが、あとは金額も50万円以下、あとは仲介手数料も除いた形の部分で、基本任意でこういう部分の保全措置取るか取らないかということを記載するんですが、じゃあどういうケースの時にですね、この部分に記載がされるかというとですね、売買代金よりも今回買おうとしている不動産に残っている残債が多い場合などに使われます。どういうことかというとですね、仮にですよ、不動産これから買おうとしている部分の物件が100万円の物件だとします。だけどその不動産にはもともと持っていた持ち主、売り主さん自体が300万円の残債があったということになります。こういう場合はですね、売買金額よりも残っている借金の方が多いわけですね。で、そういう場合ですね、この保全処置をしてお金がどこにちゃんと保管されているかということを記載しなきゃいけないわけです。なぜかお金を預かった、そのままパート使ってちゃんと逃げちゃうってことも考えられるわけですよね。不動産の現況の価値とですね、これから支払う金額がバランスが合ってないんですね。片方は100万円で払う、でもこれから買うものに関しては300万円の借金がある、バランスが合ってないですよね。そういう部分に対して先にお金を渡すってことはリスクが高いわけですね。全部完済終わるまでは、全て終わるまでに関してはその分に関しては止めておかなきゃいけないわけですね。当然これはどういう形なのか、その売買が最終的に決着する前までに残債300万円を売り主さん自体が全て解消してゼロにしたベースの段階で渡さなきゃいけません。当然ね、だいぶ前のページ、2ページ目3ページ目ですけど、残債を残したまま基本的に売買というのは基本的にはやりません。残った残債は今までの売り主さん自体がきれいにすっきりした形にしてもで引き渡すというのが不動産売買に関しては一般的な事例です。そういう部分に関して先にお金を渡すということをしないで、あえてそこは保全して、それが終わったら最終的なところまで結論する。そのためにもお金を先に使われては困っちまうわけなんで、保全措置としてここに書かれるということになるわけです。ではこの11ページの本編に待ってまいりました、住宅ローンの部分です。金銭の賃借に関する事項という形で枠面に書いてあります。住宅ローンに関しては非常に説明が多岐にわたります。当然これから買う不動産、これから買う人、その状況状態によってどういう状況が一番ベストなのかというものは非常に難しいです。非常にパーソナル、個人的な部分の相談事になります。これはまたいずれ住宅ローンに関しては動画のシリーズを進めたいと思いますね。今回はあくまでも重要事項説明に関わる部分の住宅ローンの説明をします。ただしある程度触りの部分は話をさせていただきます。まず住宅ローン、お金を借りるわけですから、当然借りるということに関しては利子というものがつくわけです。利子って何ですかね、お金を貸すんでその部分だけの手間賃を払ってくださいよというのが利子です。で、利子の考え方はもうこれは一般的な部分ですけど、当然お金をたくさん借りたら利子は高くなります。そしてお金を長い間借りたら利子が高くなります。そしてもう一つ、お金に信用がない人に貸すときには基本的に利子が高くなります。この3つです。逆に言うと利子を安くするためには借入金額を少なくする、借入の期間を短くする、そしてお金に信用がある人間になるということが重要です。で、これはまた改めて別の動画で話をします。あくまでも考え方はそういう考え方です。そして住宅ローンの利子の予防に関しては変動と固定という考え方があります。何が変動して何が固定するんだって話ですけど、これは当然利子が変動するわけです。まず変動金利というのは半年に一度見直しがされます。それによって利子が決まってきます。固定の金利というのは借り入れの時の利子がずっと払い終わるまで基本的にはかかるのが固定の金利です。で、今はですね、2000万円借りて1000万円変動、1000万円固定という形のもの、ミックス型というものもあります。で、もう一つは初めの5年間だけ固定、初めの10年間だけ固定というやり方もあります。で、なんでこれ初めの時だけとなるとですね、基本的に住宅ローンというのは借り始めからのスタートのラインというのが一番利子が高いです。なぜだかというと、借りてる分お金が多いからですね。だんだん年数払ってきたらどんどん元金が減ってきます。元金が減っていけば当然それに対して利子も少なくなっていきます。なので最初の元金が多い5年間10年間だけは基本的には利子を安くするために固定でやるというやり方も基本的にはあります。住宅ローンに関しては年利という考え方があります。年利、年で考える利子ということです。で、これはクレジットカードの利率、あとは消費者ローンの金利なんかもそうです。クレジットローンなんかもそうです。しっかりそういう部分で年利の考え方を頭に入れておくと物の見え方、経済の見え方が変わってきます。仮に年利 12%、 仮にですよ、仮に年利 12% で100万円借りたらということを考えます。年利 12% で100万円借りたら1年間で12万円の利子がかかりますよということになります。仮にこれを月いくことで考えると月1万円ずつ利子は払うということですね。ということはですよ、もう一回言います。年 12% で100万円借りた場合に月1万円ずつ返してったらどうなるかってことですね。そうすると元本は減りません。月々1万円の払いは全部利子だからです。ということはまた1年経った時に年利 12% だったらまた12万円の利子がかかるということです。ということはですね、この状況で元本を減らしたかったら月間1万円の支払いでは元金が減らないということですね。これが仮にですよ、月2万円ずつ返していったら1年経ったら88万円の元金になります。これに対してまた年 12% の利率がかかるということですね。で、これはリボルディング払い、後で出てきますが、そういうふうに考えていくと元金がいかに減っていくかということ自体が実は当然お金を借りる、返していくという形が非常に重要です。この年利 12%、年利 3%、住宅ローンの場合なんかは変動の場合 0.6%、低いところだと 0.4% という消費税よりもはるかに低い金額なんでそんなに痛くはないと思っていますが、もともとの元金自体の金額が大きいからそうはいかないわけです。先ほどの部分を少し例にしてあげると、仮に年 1.2% の借り入れで1000万円借りたら年間で利子がいくらかと考えるわけです。これは当然年間の利子は先ほどの部分の桁が変わったわけなので当然12万円の年間の利になります。年利は10分の1になったけど元金が10倍になったからです。一手行為になったから年間にかかる利子は同じく12万円となります。ということは、その住宅ローン、当然そうはこんなことはないと思いますけど、月1万円ずつ返したら、ただ利子は払ってるだけなんですね。あくまでも月々の払い自体で、元金自体いかに削っていくかというのが住宅ローンの減らし方の重要なポイントとなります。年利という部分も数字じゃなくて、こうやって利味を理解していくという形が重要です。で、もう一つ、これは重要事項説明、金銭の賃借の関する事項の部分にも出てまいります。支払い方法の部分です。大きく分けて2つあります。1つは元利均等払いと元金均等払い。元の利、元の利、もう一つは元の金、どっちが均等になってるよってことです。まず元利均等というのは、当然元の利子が均等に払われてるということです。これは一般的に言うと、支払い金額がずーっと同じというのが元利均等です。最初に7万円払ったら、最後まで7万円を払い切るという形です。いわゆるリボルディングでは回転という意味ですね。リボルディングドアって言ったら回転ドアですので、リボルディング払いと同じ形の払い方です。元金均等というのはですね、元金の返済金額が一定ということです。なので、一番最初の払う金額がバカーンと起きて、だんだん減っていくのが元金均等払いです。通常、住宅ローンというものを選ぶ場合は、ほとんどの方が元利均等払いを選びます。住宅ローンアドバイザーとして言わせてもらうと、どちらが経済的お得な借り方かというと、元金均等払いの方が利子に対しての負担は少ないです。ただし当然、払う立場になればですね、6万円ずーっと払っていく立場の人と、最初12万円からスタートして、だんだん最後1万円になるっていう形の部分、どちらが生活としての設計ができますかといったら、当然元利均等払いの方が家賃と同じような考え方になるので、払いやすいという形になります。なので、多くの方が元利均等払いを使います。今の住宅ローンアドバイザーとして、今の状況、どうやってお金借りていけばいいかということだけ軽く説明します。現状はですね、国策で非常に低金利です。低金利ってどういうことかというと、金利を安くしています。要するに、お金を借りやすい状況にしていることは事実です。だけど、メガバンクは非常に審査が厳しいです。なんで厳しいか。金利を低くするってことは、一般の方にお金借りてください、ぜひ借りてください、お願いしますっていうことで金利を下げてる、どうせ敷居を下げてるわけですからね。だけど審査は厳しいです。いやー、あなたちょっと厳しいですね、あなたも貸せませんね。なんでか、メガバンク含めてですね、だいぶこの数十年でですね、焦げついたからなんですね。痛い思いしてるんですね。お金を低金利で貸したけど払えなかった、万歳ってなったら損害になっちゃうわけです。だからメガバンクは基本的にちゃんと返せる人だけに安い、いい条件で貸したいというのは基本的な今の考え方です。だから審査は非常に厳しいです。スルガ銀行みたいなああいう事件が起こりました。なおのさら、やっぱりお金を貸すということは返し切る人だけに借りたいわけです。そうしないと利益が出ませんからね。ある金融機関さんは住宅ローンほど商品としてうまみがない商品はないということを言ってる銀行さんもいるぐらいです。住宅ローンというもの自体に関しては、やはり各銀行自体、金融機関自体がシビアに考えることは事実だと思います。じゃあどうすればいいかということです。これから住宅ローンを借りる人の場合、それでお金に関して安く借りる方法は3つあるという形でしたね。期間を短くする、そして、金額を安くする、そしてもう一つはお金の信用をちゃんと作るということを言いました。要は金融機関はあなたの信用に合わせてお金を貸すわけです。信用情報を多く持っている金融機関さん自体にまず相談することが一番です。どこが一番か、当然給与の振込口座を持っている金融機関支店さんに相談するのが第一です。僕はバイトパートなんですけど、昔に比べたらはるかにバイトパートでも住宅ローンが組める時代になってきました。私女性で未婚なんだけど借りれるようになってきました。私の経験だと、アルバイトの女性の方自体、そして未婚の方自体が年に2回バイトなんだけどボーナス払いがあるということが条件になっていて、その勤続年数も合わせて住宅ローンが組めたという事例もあります。だから自分が正社員正規雇用じゃないから借りれないという時代は終わりつつあります。そういうことに対して間口も広がってきてますので、諦めないことです。あくまでも一定した収入が入っているというところに関しての金融機関さんに相談することが一つです。当然金融機関さんは先の信用の部分に関しては電気代、水道代、携帯代、ちゃんとこれが遅滞なく払われているかということ自体も通帳から把握します。遅滞があって住宅ローンが通らなかった事例もあります。クレジット、あとはサラ金なんかの利用があるということもそこからバレてダメになったケースもあります。逆にそういうものがないんでちゃんと借りれたという人もいます。テレビでやってるテレビショッピングの通販リボルディング払い自体に関してですね、遅滞なく払っていたから大丈夫だった。その金額が残っていたんで借りれなかったというケースもあります。あくまでも住宅ローンは給与振込の金融機関さんが初級でやっていくのが一番いいんではないかなと思います。さあ、そういうことでですね、いろいろこういう形の部分、今の部分に関して、どこの金融機関に関して借りてますか、何年借りてますか、返済の方法はどうですか、これは先の元利均等だったり、元金均等だったりがかかります。そして、それに対して斡旋がありますか、ないですか、など含めての部分の記載がこの中に必要になってきます。で加えて、下に融資未承認の場合の契約解除期間というのが書いています。これは一つ前の部分の10ページ目の部分で解説しています。その部分また見ていただければと思います。タグを貼っておきます。金融機関を発生する場合というのがあります。不動産会社が提携ローンとして紹介する場合、あとは、大手の金融機関さんが運営している不動産会社の場合なんかは、斡旋ということも当然考えられますので、そういう場合は返済方法とか保証料。保証料というのは、その人にお金を借りるため自体の、いわゆる保証人代わりの保証金です。そして、ローンの事務手数料、手間賃がいくらかということも書かれます。そして一番最後、カップ販売の場合ということになります。今、なかなか不動産自体をですね、カップで買うっていうケースはないんですが、事例としてあるとですね、新築物件なんかの場合だとあり得ると思います。建設前、建設後ということですね、2回以上支払いがある場合に関しては、カップ販売という部分でこの部分の項目が入る場合があります。そういう場合はですね、ここに関して内容記載がされるということになってきますということです。というわけで、この11ページの解説は終わりにしたいと思います。この不動産噛み砕き解説シリーズは、こうやって1ページずつ不動産のことを噛み砕いて解説します。ぜひね、面白かった、楽しかったという方はですね、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。チャンネル登録していただきますと、この不動産噛み砕き解説シリーズの他に、神奈川県小田原市を中心にした、ほぼ内覧動画、ほぼ現地動画の、いち早い動画の情報をですね、だいたい週に4、5本上げてますので、その情報を皆さんにいち早くお届けすることができますので、ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。Twitter、Facebook 等でもですね、いろいろ情報発信してますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、宅建士相原祐介でした。